どうも、キスケです。ということで本日はですね、悪の KF パーティーでちょっと PVP 回っていこうかなと思います。まがいものなし。悟空フリーザの悟空もなし。完全なる悪の KF で戦っていきます。はい。復活なのかっていうのをね、ちょっと気になるんでやっていこうかなと思うんですが、何出そうかしら。何出そうかな。むずいね。まあでもこいつ出すか。いやでもガンマから来そう。まあ何でもいいか。何でもええや。クーラ出しちゃおう。ゴルフリも出しちゃおう。これでいこう。黄色なし。ちょっとレッド属性が多いから。あ、やっぱガンマからか。まあこれはちょっと読み負けやね。さあお願いします。まあでも最終形態クーラとゴールデンフリーザー、覚醒の方、結構刺さるね。全然大丈夫なはず。ほら。金ピカですよ。金玉じゃありませんよ。金ピカですよ。はい。はい。まずい。ちゃんと専用ユニフラつけてるんでね。意外といい火力出すんじゃないかな。はい。ああ、いい火力だ。うん。悪くないや。くたばりなさい。とりあえず不滅にしたね。助かる。はい。ああ、やらかした。ナイス。泥足2段階の力を見せてあげますよ。強っ。 火力高。悪の系譜で使うと、その最終形態クーラがあれなんですよね、確か。系譜の余ダメージアップみたいなついてるんですよね、20%かなんか。それが働いてるのやも知れるな、もしかしたらな。まずバニシングシライナーの感謝です。オッケー。さあ残り2体ぶっぱだ。いきますよ。これがウルトラのあれになったんでしょう。演出も進化したよね、マジで。したよね。そ した。究極の進化を遂げた私の力、思い知りましたか？さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。お願いします。そしたら、どうしよっかしら、これ。まあ、レッド属性入ってないからね。イエロー2枚で来るだろうな。イエロー、レッドかな。わかんねえな。これはわからん。こりゃわからん。これでいく？こっちでいくか。はい。まあ、お前はバーダックに変えた時点で、ああ、出してくるか。バーダックに変えた時点で、フリーザの餌食よ。対戦お願いします。楽しませてもらおう。ラッキー。オッケー。おお。 まさかのキャラチェン？まだ帰ってこない。急にラグくなっていく。いやー、ドロスク2段階でも来ないか。ナイス。ナイスです。負けへんで。落ちたわ。 落ちたわ。なんでや知らんけど。やらかしていく。ほい。ナイスです。いやー、外すべきじゃなかったね。外れてるね。お互い3万個。はい。負けるかー。おほー。じゃあこれで。対戦ありがとうございました。
やれるな悪の系譜。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。ちょっとさっきから使ってないキャラクター使いたいな。主に黄色2枚黄色2枚出しでもラディッツ 100% 出てくるもんな相手のパーティー的に。まあでもええか、ラディッツぐらいやったらなんとかなるっぺよ。これでいこう。せっかくね悪の系譜使ってるからイエロー2枚でちょっと試させてもらいますよ。相手のゴールデンフリーザーを封じれるっていうのもあるんで悪くないんじゃないか。お願いします。無謀なことを、はい、ああうまい、うん、やれやれですね。いや特殊カバチェン無効ですよ。行きますよ。おほほほほ残念賞。はい強っおい危ない危ない。ぐお相手的にはあれかピンクの方がかっこいいんですよっていう感じですか。なぐ目障りなクズめ。ちょっと射撃圧のコスト戻してもろて。あナイスよかった通常。おううまいうまいね回避読み。このラディッツ普通にかっこいいよね。思わん普通に思います。無駄だ。カウント縛りの救急ガードも持ってるしね。5カウント縛るんですよ。だってある程度のキャラ縛れるだろう。怖っ強すぎマジでこれ頭おかしいだろ。火力負けるが打撃案勝っていく。バチコリバチコリです。ラゲー相手のゴールデンフリーザー一回も出てないんやバーに。あーめんどくさいか、そういうタイプね。はいパンチもう適当ですよ。せっかくやからこのゴルフリもちょっと使ってあげよう。うんオッケー外した。なかなかいい作戦でしたよあなたにしてはね。